はい。あ、ちなみに見ててねー。それじゃベストパートレッツゴー。あー、見ました、皆さん。これね、いや、皆さん、お気づきにお分かりいただけただろうか。皆さん、これね、やったね。バーチャル特有の首吹っ飛び芸っていうものが、もう本当に今まで活動していた中で、もう本当に、本当に、初めて？いや、初めてではないけど、めっちゃ、なかなか見ない。なかなか見ないやつやっちゃったんだよね。これ気づいてなかったかなと思って、みんな。だってさ、こっからね、収録パートになったんですけど、ゲストパートはね。切り替える瞬間にもうレコードね、イヤモニっていうそのスタッフさんの声とか聞こえるイヤホンからもう悲鳴が聞こえたからね、わーって。でも猫、あ、すいませんすいません、首がちょっと折れました。スタッフさんガチャーってバーって入ってきて、もう RMBA よ、本当にもうなんかうわーみたいな。やっちまいましたね。ということで、まあ、それも踏まえてちょっと見ていただこうかなということで、はい、お願いいたします。まあでもミコには、あのミコは安全なんでね、あのミコちゃんはあの全然今無事なので、これバーチャルだから、うん、バーチャルだからね、もう不死身なんですね。首がもぎようが、体がどっかに行こうがね、大丈夫なんで、痛みは感じなかった。まるで一瞬の出来事だったからね。なんでだよーと思ってさ、なんで、ミコこんなに頑張ったのにさ、なんでこんな時で、そんなポーやらかすねんと思って、ちょっとね、びっくりしちゃいましたね。首が座ってなかった。首が座ってなかったとか言うな。はい。